気になる車を詳細検証するオーナーズアイ。今回は2020年10月に一部改良された三菱アウトランダー PHEV です。アウトランダー PHEV は2013年に世界初のプラグインハイブリッド SUV として販売を開始して以来、随時アップデートされています。前後のモーターが駆動し、搭載されるエンジンは 基本的に発電用となっています。一部改良ではグレード展開の見直しや機能装備の標準化などが実施されました。検証するグレードは G プレミアムパッケージ。駆動用ツインモーターに2.4リッター直列4気筒 DOHC ガソリンエンジンを搭載した4駆モデル。車両本体価格は499万。 1800円。ボディカラーはレッドダイヤモンド。それでは、アウトランダー PHEV を見てみましょう。 グレード別装備のパワーシートです。 上質な素材を使用し、黒を基調にしたシンプルで飽きのこないデザインのインストパネルです。後方視界は不満のないレベルにあります。 自然な体勢でペダルを踏み込めます。モーターとエンジンの状態を直感的に認知できる大型のパワーメーターを左側に配置しています。 前方視界は良好ですそれではシフトレバー周りから見てみましょうギアを R レンジに入れるとリアカメラなどからの映像がセンターディスプレイに映し出されます回生ブレーキを強く働かせる B レンジ回生レベルセレクターでブレーキ力を調整できますパーキングはボタンですモーターのみで走行できる EV プライオリティモードバッテリーセーブモード バッテリーチャージモードパーキングブレーキは電気式です渋滞時などで便利なブレーキのオートホールド機能ドライブモードスイッチで走行状況に合わせて 4タイプのモードを選択できます運転席のシートヒーター助手席のシートヒーターフロントドアの先端付近に。 ツイータータスピーカーがありますドアパッドにはさまざまな種類のソフト素材を組み合わせ上質に仕上げていますグリップの小物入れの底は取り外して丸洗いできますドアミラー調整スイッチです左右どちらかを選択して ボタンを上下左右に動かすとミラー角度を調整できますドアミラー格納スイッチですドアのロックとアンロックパワーウィンドウのロックスイッチですパワーウィンドウはすべてのドアで自動全開閉ができます スピーカーとボトルホルダー付きのドアポケットです。エンジンフードの解除レバーです。 給油口の解除レバーです。給油口はボディの左側にあります。レギュラー仕様でタンク容量は45リッターです。 長押しでアクティブ・スタビリティ・コントロールのオフ走行に関するさまざまな情報を表示するマルチインフォメーションディスプレイの切り替え長押しでトリップメーターをリセットできます 前方衝突警報の作動タイミングの切り替え長押しで衝突被害軽減ブレーキシステムをオフにできます三菱 E アシストはフロントガラス上部に装着したフロントカメラと前後バンパーに内蔵したレーダーセンサー 前後バンパーに装着したソナーセンサーで、歩行者や障害物などを認識します。車線逸脱警報システム、パーキングセンサースイッチ、車両接近通報装置のオフスイッチ。 エレクトリックテールゲートスイッチを押せば、テールゲートを開閉できます。ステアリングにあるスイッチを見てみましょう。 ルーズコントロールのメインスイッチセットと速度の設定制御の再開キャンセルスイッチ設定車間の変更 オーディオのソース切り替え、ボリューム調整、選曲、カメラスイッチで車両の周りを確認できます。 音声認識の起動ラジオ通話の開始終了右側のレバーが方向指示とライトスイッチです。 ライトスイッチがオートの時、レバー先端のスイッチを押せば、オートマチックハイビームが起動します。上に操作すると、手動でヘッドライトなどを点灯できます。内側にフォグランプ、 左側のレバーがワイパースイッチです。リアワイパーも装着しています。チルトテレスコピックステアリング調整レバーです。レバーを下ろすと、ステアリングを上下。前後に動かせます。 メーターの明るさ調整です。グレード別装備のナビ電話画面メディア画面 画面を押して選曲ボリューム調整オーディオの電源メニュー画面ナビ画面空調のオート温度調節 シンクを解除するか、助手席側の温度調節をすれば、左右独立して温度調節できます。吹き出し口の切り替え。風量調節。フロントデフロスター。 リアデホッカー内外機の切り替えエアコン空調のオフハザードスイッチです。 アクセサリーソケットエレクトリックテールゲートのメインスイッチキーレスオペレーションキーが正常に作動しないときは、このキーボックスにキーを入れれば認識されます。USB ポートステアリングヒータースイッチ 高速法・車両検知警報システム。2箇所ある AC コンセントのメインスイッチ。低燃費運転をサポートするエコモードスイッチです。カップホルダーが2個あります。コンソールボックスの蓋に ステッチ入れのソフト素材を使用しています。ボックスは少々小さめです。サンバイザーにはチケットホルダーと照明付きの鏡があります。 サングラスポケットがあります。 頭上スペースには余裕がありますセンタートンネルは低く足元スペースにも余裕があります前席のシートバッグにポケットがあります USB ポートと AC コンセントがありますアームレストにはカップホルダーが2個ありますコートフックがあります ドアパッド上部はプラスチック製ですが、随所にソフト素材を使用しています。グリップの小物入れの底は取り外し可能です。窓を約9割開けられます。 スピーカーとボトルホルダー付きのドアポケットです。リクライニング可能です。ボディ右側に充電リットがあります。画面左側が普通充電、右側が急速充電の差し込み口です。 そのカバーは端を内側に引けば取り外せます右側には荷物を固定できるフックが2個と大きめのポケットがありますカバーの裏側にジャッキーバーとホイールナットレンチが格納されています AC コンセントとカップホルダーが2個あります。AC コンセントは最大1500ワットの出力が可能ですので、消費電力の大きい電化製品を使用できます。アウトドアで大いに活躍できそうです。 試しに炊飯器でお米を炊いてみましたが、とてもおいしくできました。左側にも荷物を固定できるフックが2個と、大きめのポケットがあり、さらに小さめのポケットもあります。 ラゲッジフロアボードの下に収納があります。充電コネクターを搭載しています。奥にも収納があり、車載ジャッキとタイヤパンク応急修理キットを搭載しています。 ダブルホールディングにより、フラットな荷質を作れます。 アイソフィックスのチャイルドシートを装着可能です。 グローブボックスです。中は2段に分かれていて ETC の車載機を装着しています。蓋の裏側にカードホルダーがあります。助手席側のサンバイザーにも スケットホルダーと照明付きの鏡がありますフロントドアの先端付近にツイータースピーカーがあります スピーカーとボトルホルダー付きのドアポケットです。グレード別装備のパワーシートです。今回、アウトランダー PHEV を見てきましたが、 キャンピングカーのような SUV といった印象を受けました。排気ガスにまみれることなくお米を炊けたのは PHEV だからこその喜びだと思います。長時間お付き合いいただきありがとうございました。今回はここまで。次回のオーナーズアイでお会いしましょう。